リン・アンダーソンと通称されるリン・リン・アンダーソンは世界的な大ヒットとなったローズガーデン・ローズガーデンなど1970年代から1980年代に一連のヒット曲を出し多数の受賞歴を持つアメリカ合衆国のカントリー音楽歌手全国中継のテレビ番組にレギュラーとして出演していたことにもあってアンダーソンは1970年代において 最も成功した女性カントリー歌手の一人となっていた。アンダーソンはアカデミー・オブ・カントリー・ミュージックのアカデミー・オブ・カントリー・ミュージック賞において最優秀女性ボーカル賞を2度受賞し、カントリー・ミュージック協会のカントリー・ミュージック協会賞でも女性ボーカリスト賞を受賞、さらにグラミー賞も一つ獲得しており、チャート主位となった曲は11曲。 トップ10入りは18曲、トップ40入りは50曲以上あった。アンダーソンは1974年に女性カントリー歌手として初めてアメリカンミュージックアワードを受賞し、またこの年には同様に女性カントリー歌手として初めてマディソンスクエアガーデンでヘッドライナーとして公演を行いチケットを完売した。レコードワールドに選出した。 アンダーソンは1966年に19歳でデビューし、デビューアルバム、ライド、ライド、ライドが最初の大ヒットとなった。1960年代にカントリー音楽チャートにおいて一連のヒットシングルを放った後、1970年にコロンビアレコードと契約を結んだ。コロンビアでは彼女にとって最も成功した一連のヒット曲が制作された。 ローズガーデンローズガーデンはカントリー音楽の曲の中でもジャンルや時代を超えて最も売れた楽曲の一つとなっている。この曲はカントリー音楽チャートにおける大ヒット曲となったばかりでなくポップチャートであるビルボードホット100においても3位まで上昇した。カントリーミュージックテレビジョンはカントリー音楽の歴史における最も偉大な100曲においてローズガーデンを83位とした。 アンダーソンはノースダコタ州グランドフォークスに生まれカリフォルニア州フェアウォークスで育った彼女はいずれもカントリー音楽のソングライターであった父ケイシー・アンダーソンと母リズ・アンダーソンの間の娘であったリンの祖父はノルウェーの荒れ丸く生まれであった彼女は幼い6歳の頃から歌うことに興味を持っていたが彼女がまず才能を発揮して成功を収めたのは 地元カリフォルニア州内外の馬術協議会においてであり、この分野で700以上の栄誉を得、1966年にはカリフォルニアホース賞の女王となった。10代の頃には地元のテレビ番組カントリーキャラバンに定期的に出演するようになった。1965年、彼女が当時カリフォルニア州サクラメントにあった。 トップ40フォーマットのラジオ曲クロイで秘書として働いていたとき、母、リズ・アンダーソンが書いた作品である、オール・マイ・フレンズ・アゴ・ナビ・イ・ストレンジャーズが、マール・ハガードによって吹き込まれ、カントリー音楽チャートで10位に入るヒット曲となった。これを受けて、母に RCA ・ビクターとカントリー音楽歌手として、契約を結ぼうかという話が持ち上がった。母に同行して、 テネシー州ナッシュビルへ赴いたアンダーソンは、ホテルの部屋で非公式に催された集まりに参加して、カントリー界のスターであったマール・ハガードや、フレディ・ハートらと一緒に歌ったりしていた。この集まりには、地元のレコードレーベル、チャートレコードの社主スリム、ウィリアムソンも顔を出していた。ウィリアムソンは、リン・アンダーソンの才能を見抜き、自分のレーベルで吹き込みをするよう彼女に勧めた。 1966年からアンダーソンはチャートレコードでレコーディングを始めた。1966年、リン・アンダーソンはジェリー・レインとのデュエットによるデビューシングル、For Better or For Us をリリースしたが、チャートには入らなかった。初めてチャート入りしたシングルは、チャートレコードからの3枚目のシングル、ライド、ライド、ライドで、この曲はカントリートップ40入りを果たした。 最初の大ヒットとなったのは、翌1967年に出したシングル If I Kiss You で、この曲はビルボード氏のカントリー音楽チャートで5位まで上昇した。これに続いて、p r o m i s プロ e s p r o m i s e s がトップ5入りを果たし、この曲を収めた同名のアルバム p r o m i s プロ e s p r o m i s e s からは No a n ザータ e r Time も1968年にトップ10入りをした。 続いて、同じ頃、カントリー歌手として2曲のトップ10入りヒット曲を出していた母、リズ・アンダーソンとのデュエットで、マザー・メイ・アイをリリースし、トップ25入りを果たした。1967年、リン・アンダーソンは、テレビ番組、ザ・ローレンス・ウェルクショーのレギュラー出演者となり、ローレンス・ウェルクが率いる工業ザ・ウェルクロードショーの巡業に加わった。この巡業の経験は、 後に、アンダーソンにとって大きな利益をもたらした。ウェルクの工業は広い聴衆にアピールするものであり、アンダーソンはポップチャートでも成功を収める足がかりを得た。1969年には彼女の人気はいよいよ高まり、ウェルクの番組でもレギュラー出演をやめ、時々ゲストとして登場するようになった。1968年、アンダーソンはソングライターで、 音楽プロデューサーのグレン・サットンと結婚した。サットンは後にコロンビアレコード所属となってからの彼女のために数多くのレコードをプロデュースし曲も提供することになる二人の結婚は9年間続いた。アンダーソンはチャートレコードにおける最大のヒットシングルザッツ、A の、no、の、no、を放ちこの曲は1969年にビルボード市のカントリー音楽チャートで2位まで上昇した。 その直後に彼女はレーベルから離脱し、1970年にコロンビアレコードと契約した。その後もチャートレコードはアンダーソンが吹き込んでいたシングルのリリースを1971年末まで続け、その中にはトップ20入りした、Heed Still Love Me、I've Been Everywhere、Rocky Top、It Wasn't g o o w h o Made Honky Tonk Angels、I a m All Right が含まれていた。 1970年にコロンビアレコードと契約した後、アンダーソンはジョー・サウスが書いたローズガーデンをリリースし、1970年から1971年初めにかけてジャンルの境界を超える大ヒットとなった。この曲は当時の夫であったグレン・サットンがプロデュースしていた。アンダーソンがこの曲を吹き込むことに、サットンは当初会議的で、 アンダーソンはサットンを説得してレコーディングにこぎつけた。サットンは大きなダイヤモンドの指輪みたいなものだって君にあげると約束できたんだといった歌詞は男性が歌うべきだと考えていた。アンダーソンのシングルとしてこの曲を出す決断はコロンビアの役員であったクライブ・デイビスであった。ローズガーデンはビルボード市のカントリー音楽チャートで首位に立ち、 ポップチャートであるビルボードホット100でも3位まで上昇して国際的な成功を収めるに至った。イギリスではチャートの3位、ドイツでは4週にわたって首位となった。1971年にはアルバムローズガーデンがリリースされて大成功を収めアメリカレコード協会からプラチナアルバムに認定された。アンダーソンはアカデミー・オブ・カントリー・ミュージックの 最優秀女性ボーカル賞とカントリーミュージック協会の女性ボーカリスト賞をそれぞれ1970年と1971年に受賞した。さらにグラミー賞も一つ獲得した。1971年には You Are My One と How Can i u n Love You の2曲がビルボード誌のカントリー音楽チャートで首位に立ち、いずれもポップチャートでも63位に達した。 1972年には50年代のポップヒットをカバーしたクライに始まり、続いてリッスン2、A カントリーソング、フールメと3曲がビルボード氏のカントリー音楽チャートでトップ5に入った。これらの曲はアルバムリッスン2、A カントリーソングに収録された。クライはビルボード氏のカントリー音楽チャートで3位となり、 アダルトコンテンポラリーチャート16位に達した。1973年、Keep m ンマイ Mind が彼女にとっての4曲目のカントリー音楽チャート主位曲となり、同名のアルバムもリリースされた。ついで、同年2枚目のアルバムとして、トップオブザワールドが発表されて、そのタイトル曲、トップオブザワールドがカントリー音楽チャート2位に達するヒットとなった。同年には、 この曲のカーペンターズによるバージョンもポップチャートの首位となるヒットとなっている。このアルバムからの2枚目のシングルとなったシングルアバウトラブもカントリー音楽チャートの3位まで上昇した。1974年、ホワット、エーマン・マイマン・イズがアンダーソンにとって5曲目のカントリー音楽チャート首位曲となった。同年にアンダーソンはアメリカン・ミュージック・アワードの 好きな女性カントリーアーティスト賞も受賞した。1970年代を通してアンダーソンは様々なテレビの特別番組やトーク番組、バラエティ番組などにゲスト出演した。アンダーソンはジャンルを超えたアピールを持ち、普通ならカントリー音楽のアーティストがめったに出演しないような番組にもしばしば登場した。当時人気絶頂だった刑事。 スタスキーハッチにゲストスターとして出演することもあった。ザットナイトショーには数回ボブホープの特別番組には3回出演した。ディーン・マーティンのテレビ特別番組には何度もゲストとして出演した。1977年には自身の冠番組も持ちゲストスターとしてティナ・ターナーが登場した。アンダーソンの成功は1970年代の 終わりに向けて徐々に縮小していった。その後も1970年代のうちには、毎年カントリー音楽チャートに顔を出し続けていた。1975年のアルバム、I've Never Loved Anyone More からは、H.E.Turns It Into Love Again とタイトル曲、I've Never Loved Anyone More の2曲がトップ20に入った。1976年のアルバム、 オール・ザ・キングス・ホーセスからのタイトル曲、オール・ザ・キングス・ホーセスもトップ20に入った。1977年には、ラップ・ユア・ラブ・オール・アラウンド・ユア・マンが、テレビ番組、ケースタスキーハッチで取り上げられたことにも助けられて、ヒットとなった。1979年には、アルバム、アウトロイズ・ジャスト・エース・テート・オブ・マインドからの、イズント・イット・オール・ウェイズ・ラブが、 1974年以来、久々のトップ10入りを果たした。このアルバムからは、トップ20入りした、I Love How You Love Me、トップ40入りした、Sea of Heartbreak もシングル化された。1980年、アンダーソンは、コロンビアでの最後のアルバムとして、2曲のトップ30、ヒット曲を含む、Even Cow Girls Get the Blues をリリースした。コロンビアから離れた後、 アンダーソンは3年間にわたって吹き込みを行わなかった。3年間、レコーディングから離れていたアンダーソンは、1983年にパーミアンレコードと契約し、ゲイリー・モリスとのデュエット曲、You Are Welcome to Tonight をトップ12送り込んだ。アンダーソンは、パーミアンで、1980年以来のアルバム、バックを吹き込んだ。このアルバムからの最初のシングル、 You can't lose for at you never h a t はトップ42を呼ばなかったが2枚目の for at ibrand from loving you はトップ20入りのヒットとなったアンダーソンは1984年にパーミアンを離れた1986年アンダーソンはエドブルースとのデュエット曲でアルバムナイトシングスにも収められた Who's For Each Other を吹き込んだこのシングルは もう一歩というところでトップ40入りを逃した。同年、アンダーソンは MCA レコードのためにシングル版を1枚だけ吹き込んだ。1986年にはマーキュリーレコードと契約してアルバムホワット・シードーズ・ベストを制作し、1980年代後半には5枚のシングルがビルボード誌のカントリー音楽チャートでマイナーヒットとなった。MCA では トップ40入りのヒットシングルが2枚生まれた。その一つは、リード・ビトウィーン・ザ・ラインズであり、もう1枚は、ザ・ドリフターズをカバーした、アンダー・ザ・ボード・ウォークで、こちらは1988年にトップ25に入った。1989年、アンダーソンはチャート入りした最後のシングルとなった、ハウメニーハーツをリリースし、この曲は69位が最高位であった。 1990年、アンダーソンは BBC スコットランドのテレビドラマザレック・オン・ザ・ハイウェイに歌手ベッツィ・ホール役で出演した。この作品中で彼女が歌ったドリーム音・オンは BBC のカントリー音楽コレクションの一つとしてマイナーヒットとなった。1992年、アンダーソンは新しいスタジオアルバムカウボーイズ・スイート・ハートをレーズ・ライト・レコードからリリースした。 このアルバムには、エミル・ハリスとマーティス・チュアートがゲストとして参加した。この頃、アメリカバラ協会が、リン・アンダーソンと名付けられた、ハイブリッド・ティーのバラを作った。その後の1990年代の間、アンダーソンは、スタジオアルバムを吹き込まず、公演旅行と演奏、また、音楽以外のプロジェクトに集中するようになった。1999年、アンダーソンは、 北米カントリー音楽連盟の国際伝道入りを果たした。2000年、テネシー州知事のドン・サンドクイストは、州内全域において6月15日を、リン・アンダーソンの日とした。アンダーソンは、障害を持つ人々を支援する、TNN の特別番組、アメリカンカントリー・カウボーイズを制作した。この年には、ライブアルバム、ライブアット・ビリー・ボブズ・テキサスが録音された。 2002年 CMT の特別番組40 Greatest Women of Country Music においてアンダーソンは29位にランクされた。2004年には12年ぶりのスタジオアルバムザ・ブルーグラス・セッションズがアンダーソンの1960年代から1970年代にかけての主なヒット曲をブルーグラス様式で再録音する形で制作された。このアルバムは 2005年のグラミー賞において最優秀ブルーグラスアルバム部門にリッキー・スキャックスのアルバムブランニュー・ストリングスやラルフ・スタンディー2世のキャリング・オン多数のアーティストが参加したアルバムなどと並んでノミネートされた。2005年、アンダーソンはグランドオール・オプリに出演しカントリー歌手マルティナ・マクブライドとローズ・ガーデンをデュエットした。2007年6月、アンダーソンは ナッシュビルで開催された CMA の音楽祭で演奏した。彼女はアーロン・ティッピンやジェイソン・マイケル・キャロルらと共にリバーバンク公園エリアで屋外コンサートを行った。この音楽祭でアンダーソンはソングライターで当時交際中だったメンター・ウィリアムスとウィリアムスの作品で最初はドビー・グレー、後にアンクル・クラッカーが歌ってヒットさせたドリフト・アウェイを デュエットした。2009年4月、パームスプリングのステージコーチフェスティバルに参加したが、このフェスティバルでは、チャーリー・ダニエルズ、ケビン・コスナー、リーバ・マッキン・タイアラのコンサートが行われた。2010年から2011年にかけて、メトロポール公共楽団をバックに従えたコンサートを行った。リン・アンダーソンのコンサートは、今も人気が高く、カジノやアートセンター、 劇場などで定期的に彼女を主演者とする興行が打たれている。音楽の世界とは別に、アンダーソンは1960年代以来馬術選手として競技活動を続けている。これまでに全米選手権で16回、世界選手権で8回、また有名人が参加する選手権などでも優勝を果たしている。優勝歴には1999年の ザナショナルチェビートラックカッティングホースチャンピオンやザナショナルカッティングホースアソシエーションチャンピオン2000年のザアメリカン US オープンインビテシャネルチャンピオンなどが含まれているアンダーソンはニューメキシコ州の自分の牧場で馬の育成を続けている彼女はまた子供たちのための乗馬を通したセラピープログラムであるスペシャルライダーズ・オブ・アナマランドにも協力している 彼女のくり毛のクォーターホースであるレディー・フェイズとスキップスター・エス・チーフはブライアー・アニマル・クリエーションからプラモデルが発売された。リン・アンダーソンはグラミー賞受賞者のソングライターであるグレン・サットンと1968年から1977年まで結婚していた。二人の間には子供が一人生まれた。1978年、アンダーソンは ルイジアナ州の石油事業経営者、ハロルド、スプークスティーム3世と再婚し、その後、二人の子供を設けた。しかし、スティームとアンダーソンは1982年に離婚した。2004年12月2日、アンダーソンはテキサス州電トンにおいて飲酒運転で逮捕された。アンダーソンの車の後ろを走っていた車の運転手が車線からはみ出しながら走行していた。 アンダーソンの車に気づき、警察に通報したのであった。現場での検査で、指揮予備ではないことを証明できなかったアンダーソンは、逮捕された。その後、彼女は保釈金を支払って釈放された。2006年5月3日、アンダーソンは、ニューメキシコ州エスパニョーラ近郊で、小さな交通事故を起こした後、再び飲酒運転で逮捕された。警察によれば、アンダーソンは、 別の車に追突する事故を起こした後、検査で酒機帯びではないことを証明できず、また古気分析機による検査を拒んだのだという、衝突事故では誰にも怪我はなかった。その後、彼女は保釈金を支払って釈放された。リン・アンダーソンの曽祖,祖父は、ノルウェーからアメリカ合衆国へ渡った移民であった。アンダーソンは、ノルウェーのテレビ番組、トアピー。 スポーレットの企画を通して、ノルウェーの親族との対面を果たした。晩年は、テネシー州ナッシュビルに在住。2015年7月30日、心不全のため死去。67歳つ。ありがとうございます。